内科医竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹尾内科クリニック、河田と心ここの診療所、院長内科医竹尾と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分に10分テ度で配信しています。 また毎朝5時間からライブやっていて、公開のマッシュ録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、毎週日曜日は医師国家試験にチャレンジ、医師国家試験クイズの日ですけれども、最近正当率が高すぎるので、問題選びに苦労しております。はい。えー、ではですね、今回は第115回ですね、おととしからの医師国家試験の C の38っていう問題を一緒にやっていきたいと思います。 ちょっとね、今日は、あんまり、あの、ヘルスリテラシーアップにはつながらないんですけれども、豆知識として、ドヤ顔で、他の方々にもお話しできるかなという、そんな題材を選んでみました。はい、あの、死亡診断書の題材です。はい。えー、と、75歳の男性、慢性 C 型肝炎による肝硬変、食道静脈瘤の存在が指摘されていたが、高血圧症と脂質異常症とともに、特に治療は受けていなかった。 えー、吐血し、意識を、あ、吐血わかりますかね吐血、血は入って、えー、意識を失った状態で倒れているところを家族が発見した。搬送先の病院で、えー、内視鏡的食道静脈流血殺術ですね。まあ、えっ、ー、と、その、食道静脈流ってそもそもね、わかりにくいかもしれないですけれども、えー、食道の壁のその血管ですね、まあ、静脈っていうのの、こぶができるんですね。で、そのこぶを、キュッてこう、輪ゴムで締まるみたいな、 そういう処置があるんですけれども、まあ、それを、EVL ってやつですね。これを施行したがあ、止血に至らず死亡したっていう、そんな、はい、問題文になっております。で、この患者において、死亡診断書の、丸 A ですね、えー、に記入すべき疾患はどれかっていうことになっています。で、えー、これ画像をですね、ぜひ、えっ、ー、と、ツイッターの投稿か、もしくは、まあ、 あ普通に検索していただいたら、問題文をね、検索していただいたら、多分いくつかのサイトが出てくると思うんです。そちらで画像もご覧いただけたらと思うんですけれども、実はね、これ死亡診断書のね、一部なんですね。で、えっ、ー、と、表になっていて、ちょっと口で表すのは難しいんですけれども、一番左側が死亡の原因っていうふうになっていて、その次の列ですね。2番目の列が、ローマ数字で1、2っていうふうに書いてあるんですよね。で、えー、ローマ数字の1の方が3に分かれていて、 えっと、カタカナのア、直接死因。カタカナのイ、アの原因。カタカナのウ、イの原因。カタカナのエ、ウの原因っていう、そんな感じの、あの、4段構成みたいな感じになってるんですね。で、とローマ数字の2位の方が、死因には直接、あ、ちゃう、ちょ、ちょ、直接には死因に関係しないが、一覧の傷病経過に影響を及ぼした傷病名等っていうことになっていて、えー、で、まあ、おのの病名を入れるっていう、そんな感じになっています。 で、えー、これですね、実はもう、あのところはね、えー、記入されていて、えー、あ、直接死因が出血性ショックっていうことになってるんですね。これ、ショックはね、ちょっと以前の放送で確か話したと思うんですけれども、その一般的に言われる用語のショックとは全然違う意味合いなんで、まあ、血圧が下がって、えー、その循環動態って言いますけどね、えー、ちゃんとこう生命を維持する機能が維持できなくなるっていうのをショックっていうふうに言うんで、まあ、これは、まあ、吐血して、 まあ、出血性ショックっていうのは、まあ、そうだろうっていうことで、まあ、あは出血性ショックっていうのは、まあ、あらかじめ入っていると。で、この問題文に関しては、その、いですね。い、あの原因っていうところが、丸 A になっていて、ここに、どういう病名を書くのがいいですかっていうような、そんな問題になってます。はい。ということで、ちょっと説明が長くなりましたけれども、えー、選択肢が、5つありまして、A が、A、肝硬変。B、高血圧症。C、脂質異常症。で、 直動腸脈瘤、E、慢性、C、型肝炎ですね、はい。いかがでしょうかちょっともう一回選択肢いいますね。A、肝硬変。B、高血圧症。C、脂質異常症。D、食道静脈瘤。E、慢性 C 型肝炎。ということで、はい。では、じゃんじゃん答えていただけたらと思います。えー、っと、まずは、スペースの方から、ちょっと確認しますが、 スペースでは、ででお願いします。では何でしたっけでは、えあ、食道静脈瘤ですか。なるほど。はい。えっと、スタイフの方は、お、ちょっと待ってくださいね。お、なんか、また、これ、でででで、ででで、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 今迷ってます。うーん、皆さん、でですね。 A の可能性あるのかな ?A は何ですかあ、肝硬変ですかなるほど。A と迷いました。あ、やっぱり A と迷ってる方いますよね。なるほど。うちの親の時の死亡診断書みたいにで分かるのですが、A と D で迷いました。あ、なるほど。迷いつつも、でも、D を選んでらっしゃいますね、皆さん。なるほど。はい。えー、これはですね、正解は。 D ですね。はい。食道上脈瘤ということで。<laughs> はい。おめでとうございます。ちょっと正答率高すぎ問題はちょっと全然あれですね。はい。<laughs> はい。これでが正解です。おめでとうございます。で、えっ、ー、と、これはですね、もう、あの、因果関係をちゃんと書いていくっていうのがですね、これ実は死亡診断書で非常に大事になっていて、えー、これ A と迷われた方がいると思うんですけれども、あの、D の原因が、 あ、だからでって、ちょっともう、あの、あれで言うとややこしいね。食道静脈瘤の原因として、まあ、観変があるんですね。だから、えー、肝硬変書くとしたら、このうのところに書くっていう感じなんですね。だから、えー、っと、で、まあ、観変の原因が、あ慢性新型肝炎ということになるので、まあ、上から順番に出血性ショック、食道静脈瘤、肝硬変、慢性新型肝炎っていうふうに書く。 がまあまあ正解かなっていう。まあこれちょっとね、まあいろんな書き方あると思うんですけども、まあ多分そういうふうなことを意図して聞かれた問題かなというふうに思いますね。でまあ最終的に出血した原因はって言われたら、そらね、食道静脈瘤の破裂なんで、まあデーが正解っていう、そんな感じです。はい。ということで正解の皆さんおめでとうございます。はい。 えー、でですね、えっ、ー、と、ちょっと、まあ、これにちなんでですね、ちょっと、死亡診断書のお話を少しだけさせていただくとですね、死亡診断書って、まあ、私はね、もう何百とか何、何人ぐらい書いてるかな。まあ、多分何百とか書いてるんですけれども、あの、死亡診断書のね、書き方の手引きみたいのがあるんですね。で、それに従って、まあ、基本的には書いていかないといけないことになっています。で、まあ、一応ね、医学部教育でもですね、死亡診断書の書き方ってね、まあ、一応は習うんですけれども、ただまあ、あ やっぱり現場で、まあ上の指導員の見守りの中ですね、死亡診断書を書いていって、えー、徐々に学んでいくっていう、そんな形ですけれども、ただ実際にですね、あの、死亡診断書をね、どういうふうに書かって悩むケースもあります。で、それがね、えっ、ー、と、この死亡診断書がね、死因統計に反映されてるんですけれども、まあ最近のトレン、トレンドっていうかね、えー、最近漏水って増えてるじゃないですか、死因で。で、これね、あのー、以前はね、漏水って書くなんてっていうふうに、 思われてたっていうか、まあ私もね、老衰って、あの、医者成り立ちの頃はね、全然書いたことなかったんですけれども、まあ最近ね、やっぱり老衰は書きますね。はい。っていうのもあって、だからそういうのでね、死因の、こう、何ですか、あの、順位あるじゃないですか。これが変動してるっていうのもあったりしますよね。で、あとは、これね、まあ非常に有名な話で、これはね、多分医師国家試験にもね、出たことあるんじゃないかなと思うんですけれども、あの、心不全。 とか呼吸不全ですね。これを、あの、心、特に直接心のところには書いてはいけないっていうことになっていて、というのは、あの、まあ、当然ね、亡くなるときには皆さん心停止するじゃないですか。心臓が止まって呼吸も止まるっていうので、まあ、死亡を確認をするわけなんですけれども、まあ、心臓が止まる状態、あるいは心不全の状態っていうのは、ま、最終的な状態なんで、えー、それは、まあ、極力書か,かないようにみたいな。 のがね、あの、その手引きの中にも書いてありますし、まあそういうふうに私自身も指導されていて、まあ心不全の原因もね、まあ様々なんですけれども、でも、お最終的なその死に至る原因をちゃんと記載していくっていうことが、まあ求められていたりしますね。はい。という、そんな感じです。あとはね、まあ最近、えー、っと、何年前から数年前からですね、これ、えー、死亡診断書ってね、基本的には署名脱印がね、必要だったんですけれども、お最近その印鑑が、 いらなくなりました。で。 またね、結構古い死亡診断書のね、書式を使ってる病院さんとかで、ね、印鑑の印っていうのが入ってたりするんですけれども、最近ね、その印鑑はなくなって、もう実質であれば、っていうかまあ、昔もね、実質であれば OK だったんですけど、それ印って書いてあるので、なんかね、印鑑をしてないと、あの、なんていうか、印鑑をしてませんって看護師さんとか、まあもちろんね、ダブルチェック、トリプルチェックするんで、指摘されたりしてたんですけれども、それが、印、まあ、がなくなったりして、えー、実質で生きるようになったとかっていうのも、 はい。生きるようになってたんですけれども、まあ、書式が変わってっていう部分もあったりしますね。はい。っていうのが、まあ、最近の変化ですかね。はい。まあ、ああ、やっぱりね、まあ、我々、医師しか当然ですけどね、死亡診断書っていうのは書けないですし、やっぱりね、その方がなんで亡くなったのかっていうのを、その科学的に検証するっていうのは非常に重要なんで、まあ、今回の問題は、まあ、結構ね、いい問題じゃ、なんじゃないかなと思って取り上げさせていただきました。何かの豆知識として、 あの、まあ、こういう会話出ることはないかもしれないですけれども、あの、会話の中で、ドヤ顔でお話ししていただけたらと思います。はい。では、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内い一の竹江でした。興味津々。